キンプリカンムリ番組突然の幕切れ、反感情が渦巻く中で降りなす未来。キンプリファンにとって、この衝撃はまさに感情の嵐。ジャニーズグループ、キング、リンチェプリンス、カンムリ番組キング、キングプリンスル、が突如として5月での最終回を迎えることが発表され、その一方はファンの心を揺さぶりました。 この突然の幕切れはファンたちに深い悲しみとともに未来への希望と考える声も交錯させています。番組の閉幕による影響は他の番組にも及ぶ一方で新たな道が開ける可能性も広がっています。この愛すべきグループ、キンプリ、彼らの冠無理番組は大切や無茶ぶりといった挑戦が詰まった内容で数々のエンターテインメントを提供してきました。 4月15日の放送で5月13日に最終回を迎え、その後20日に2時間スペシャルが放送されることが明かされました。ファンたちはその知らせに胸を締め付けられる思いで反応しました。ファンの声は様々。最終回をゴールデンで見られるのすごく嬉しいけどめちゃくちゃ複雑な気持ち残りの二人で続くと思ったのに、といった温かさと、 共に特番は嬉しいけどやっぱり悲しみが強い終わるのは寂しいけど正直これで良かったのかもといった複雑な思いが現れています。その中にはグループのバランスや魅力を愛する気持ちが染み出ており、彼らが多くの人々の心に深く根付いていることが伺えます。一方で冷静な声も、 やっぱりキンプル派5人じゃないとダメだし、涙い方悪くなっちゃうけど2人じゃ無理だよね。5人のバランスが絶妙だから面白かったし、といった声は、グループの得意な魅力に対する共感とともに、その結束の強さを物語っています。しかし、この突然の幕切れには、ジャニーズメンバー3人の脱退が影響している背景があります。 平野紫耀、よう、きしゆうた、じの脱退は、ファンの間で驚き、と同時に悲しみを巻き起こしました。彼らの脱退後、番組続行の報道もありましたが、それが実現しなかったことは、ファンにとって大きなショックでした。この騒動は、別の番組にも波及しています。 キシユタが出演する VS 魂もその影響を受けており、5月にはジャニーズメンバーの塞いで会が噂されています。VS 魂は視聴率の低さが問題視されており、この機会に番組の刷新が図られる可能性があります。一方で、キシユタが出演するザ・鉄腕・ダッシュにはこの影響は及んでいないようです。 未来への扉は閉じるが、新たなチャプターが始まる可能性もあります。長瀬角と橋山という二人のメンバーが、金プリの名前を背負い、どのような未来を切り開いていくのか。過去の勢いを維持しつつ、新たな魅力を発見していく姿勢が、ファンの心を魅了し続けることでしょう。金プリの番組が突然の終演を迎える中、 ファンたちの心には様々な感情が渦巻いています。喪失感とともに新たな展開への期待や応援の声も聞こえてきます。彼らの新たな旅路がどのようなものになるのか、これからも目が離せません。